本日は松本人志の女性問題に続き、フットボールアワーの後藤輝元の女性問題について、立花隆が暴露した件について紹介します。1月18日に立花隆は、自身の YouTube チャンネルにて、松本人志さんに関する真実、もっと言うと、まっちゃんっていうよりも、吉本興業の話ね。で、匿名の方が情報をくれてます。はじめまして、大阪 NSC 女です。まあ、要はまっちゃんが一気で、この人は今から10年以上前に入った人としか言いません。ちょっと個人が特定されちゃうんで、いわゆる吉本の女性芸人です。で、芸人さんたちはいつも、やれる子紹介してって言われる。吉本の女芸人に対して吉本の他の芸人は、性行為させてくれる女紹介しろってばっかり言ってるらしいんですよ。で、無理なら、お前がやらせろよとか言う先輩もたくさんいました。お前女連れてこなかったら、お前やらせろよって言ってるわけですよ。これが日常茶飯事なんですね。で、今田さんが大阪収録の時は必ず南のカラオケ店の一番広い部屋を予約し、女の子を連れて行く飲み会とかがありました。その女の子のアテンドを何度も頼まれました。これ今田さんって今田耕司のことで、実は今田耕司は週刊現代にいっぱい女性問題書かれたけど裁判勝ってるんです。ところが裁判勝ってるけども実際はやってる。はっきり言っとく、今田やってるよな。俺知ってるから、訴えてこいよ。俺知ってるから、実はだから証拠を潰しに来てるわけよ。今田の事件は15年前だから。だから女の子に対してお前裁判所で喋っても何の得もないぞと、俺仕事やるから黙っとけって潰しに行くわけよ。そういうことができた時代やろ、15年前とか。今田かかってこいよ。俺松本にも喧嘩売ったけど、まっちゃんに関してはかわいそうと思ったけど、別にまっちゃんの味方してるわけじゃないで。これ以上まっちゃんいじめへんっていうだけの話、今だかかってこいよ。で、他にも名前が出てきます。プラスマイナスの岩橋くんは暴露みたいな X をしています。岩橋くんが X でいろいろ言ってるんだけども、しょっちゅうやり捨てしたり何またもしてましたし、人のことは言えないです。要は岩橋は何を書いてたかっていうと、先輩に女紹介しろって言われて紹介をしたら、そいつが女をどっか連れて行って、でその連れて行った先輩の名前は出せないけど、今回松本さんがそういうことすると思っていませんでしたってテレビで言ってるのを見て愕然としたと。お前もやっとるやんけみたいな。もう吉本興業の内部もボロボロになってるわけで、その名前が出てきてて、新喜劇のなんとかさんはいつもやれる子を探してました。そして有名どころで行くと、フットボールアワーの後藤さんは結構いろんな女の子に声をかけて連れてきた印象で、アテンド役もしていました。フットボールアワーの後藤くん、俺の昔の彼女、お前に声かけられとったで。俺の昔の女優の彼女や。だから女性を口説くのはあかんって言うて変で。かまへんねん、隠すなって言ってんねん。これね、フットボールアワーの後藤くんも出てきてるし、もちろんね、昔大阪でパチプロやってた時に、うちの内子の女の子が吉本の芸人にめっちゃ声かけられてコンパとか言ってるの知ってるから、もう隠すなよお前ら。吉本興業として女の子集めてエッチなことしとったんやろ。それはええんちゃうんか。別にそれを隠さずに、吉本って入ったらお姉ちゃんとめっちゃ遊べんねん、浮気もし放題やで、それを認めてくれる会社やねんでと。でもそれをやる会社はテレビ局やスポンサーはダメだから、これから YouTube でやりますでかまへんねん。芸人に対してそんな誰も求めてへんで、お前らに清廉潔白を。何を今頃隠してんねんって話。そういうことでいろいろと告発も来てますと、フットボールアワーの後藤輝元と今田耕司の女性問題について暴露しました。この立花隆の暴露に対して世間の反応は、今田耕司、フット後藤、ほじくり返されちゃったね。吉本は下半身にだらしない会社ということで再スタートしましょう。後藤が不倫してても何とも思わんよ。後藤終わったな。こうなると得意とかも心配になるわ。まあ吉本崩壊マジで止まらんやん。ええこっちゃ。知り合いで2000年から2010年当時、中洲で働いていた女の子が、今田耕司よく飲みに来ていたと言ってました。テレビで見るのと違って雰囲気悪かったと、口癖のように私に言っていたのを思い出しました。今田耕司がやってるのは知ってた。東野、あんたもやってんの分かっとるからな。動物虐待の件、笑いながらテレビで話したこと忘れねえからな。今田耕司もがっつり暴露されてて草。はい、引退よろしく。東野も心配や。今田がテレビで、松本さんのこんな噂聞いたことないって言ってたのはマジで笑った。お前中心人物やんけ。と、
まだまだいろんな芸人の暴露が出てきそうな状況です。続いては、月亭方正が松本人志に女性を献上していたことをフライデーが暴露した件について紹介します。フライデーによると、本誌は松本の独身時代、女性との合コンやホテルへのお持ち帰り姿を何度も目撃している。女性に声をかけたり、女性を松本の元に連れて行ったりというアテンドをしていたのはやはり後輩芸人だった。1995年に松本が複数女性と一夜を共にした時の様子を記者の取材記録をもとに振り返る。本誌はこの年、何度も松本のナンパ、合コン、お持ち帰りシーンを目撃しているが、その大半の現場に登場していたのが月亭方正だった。松本人志の知人によると、当時方正は松本が繁華街などでナンパをする際には声をかける担当でした。ある時期にはこんな方法でナンパをしていました。新宿駅などで方正がビデオカメラを片手に改札口から出てくる女性を撮影し、松本がタイプの女の子を見つけたら車で待機している松本に動画を見せるんです。その間、もう一人の芸人が女の子に声をかけ待機させます。松本のゴーサインが出たら方正が連絡し車に連れてくるという流れです。本誌取材班も同様の現場を目撃したことがある。この時、女の子は松本の車に乗り込み、そのまま走り去っている。そしてもう一つの方法は、ガキの使いやあらへんでの公開収録にやってきた女性たちに声をかけるというもの。当時、松本と一夜を共にした18歳の専門学校生は本誌直撃にこのように語っていた。収録が終わると、インカムをつけた AD らしき男性に紙切れを渡され、これ松本さんの電話番号、電話が欲しいと言っていますと言われました。すぐに電話して、松本さんからこの後会おうと言われたので、会場の外で車に乗りました。運転席に座っていたのは方正さんで、松本さんが助手席、私は後部座席。どこを走っているのか見当もつかず、気づけばマンションに到着していました。それは松本が1995年3月に借りたばかりの自宅とは別のマンションだった。だがこの日、車はなかなかマンションに近づこうとはしない。辺りを何周もして路上駐車している車を方正が覗き込む。そしてようやく車はビルドインガレージに入っていったのだった。方正だけが再び外に出てくると、周辺を歩きながら車の中やすれ違う人に目を光らせる。時には声をかける場面すらあった。声をかけられた通行人は当然のようにキョトンとした表情をしている。そんな感じで周辺をパトロールしているうちに数時間が経ち、松本から呼び出しがあったのか、マンションに駆け込む方正。そしてシャッターが開き、運転席に方正、助手席に松本の姿が。女性はやはり後部座席のようだ。車は新宿駅で止まり、女性だけが降りたのだった。松本とこのマンションで一夜を共にした先ほどとはまた別の女性はこのように語った。終電の時間が近づいてくると、松本さんは急にそわそわしだして、まだ終電間に合うやろと言って2000円を渡され、渋谷駅で降ろされましたと語っていた。本誌は彼女たち以外にも当時複数の女性から話を聞いているが、その中の一人は、当時ガキツカの収録に行けば松本さんと関係を持てるという話はファンの間で広まっていて、私も当日最前列ですごいおしゃれをしていきました。私と同じ目的で観覧に応募していた女の子は結構いたと思いますよと話していた。当時松本は独身で、人気もまさに絶頂というにふさわしかった。本誌が取材した限り、これらのことを性加害と捉えている女性はいなかった。だが当時から後輩やスタッフたちを使い、女性を捕まえるという手法はずっと続けていたやり方なのである。当時本誌が取材中、時には今田耕司が運転手を務めることもあった。昨年12月29日、今田はワイドナショー年末ゴールデン生放送スペシャルで松本の問題に言及。僕が知っている松本さん、小沢くんがとても言うとは思えないですし、僕は聞いたことがないです。松本さんから記事に書かれているようなコメントを、合コンとかを一緒にしたことも何度もありますから、そこでそういう発言をしていたのは僕は生で見て聞いたことはないですと語り、文春の記事を遠回しに否定していた。老舗芸能事務所幹部によると、確かに1995年当時の松本はむしろ女性から言い寄られるほどの人気を誇っており、今回のような性加害を疑われるようなことはなかったのかもしれない。だから今田もあのような発言をしたのかもしれません。松本は司法の場で真実を明らかにするという趣旨の発言をしている。これから松本、小沢にとって長い戦いが待っているのだろうかと、フライデーは
月亭方正が松本人志に女性をアテンドしていたことや、ガキ塚の公開収録に来た視聴者女性に手を出していたことを報道しました。いかがでしたか？本日は、立花隆がフットボールアワーの後藤輝元の女性問題を暴露した件について紹介しました。最後までご視聴いただきありがとうございます。